妊娠中に、軸脳症が気になったんですよ、で、その時に軸脳症が死ぬから薬飲まなあかんよって言われて、うん、1ヶ月ぐらいなんか、子供が飲むような感じで飲まされて、ある可能性はありますしか言えない。一人目、二人目、三人目。普通は一人目がいろいろ問題が起こりやすいんですよ。要は妊娠は毒を貯めるとか、妊娠は毒が移るとかよく言う。まあ確かにそういうとこあるんで、体に、ね、中で貯めた毒が移るみたいな感じなんで、障害児とかも全部そうなんですけど、一人目が一番多いんですよ。流産も一人目多いんですよ。まあ、それはそうなんですけど、三人目っていうと、どちらかというと元気な方が確率上は多い。でもそこにそれが出てるって言われたら、薬の影響はあるかもねっていうのは言えるっていう感じだけど、証明するのは無理っていう感じになるかな。でも花粉症もその他も代謝障害なんですよ。代謝障害っていうのは要するに毒物があったら毒物を分解する能力がないってことなんです。花粉もだから外から飛んできて、昔のスギ花粉と今のスギ花粉違うし、大気汚染も全部含んでね、いろいろあるからっていうのが来た時に、体が強いと楽勝やから別にいちいち鼻水出して排除する必要はないんですよ。なんだけど弱いとそういう風な体になっちゃうみたいな。究極的に言うと3人目の子供を作るって言った時の方が自分大体栄養欠乏です。1人目作る時に2人分栄養必要でしょ。母乳やるから栄養2人も必要でしょ。でそれで2人目作る時も栄養必要で、同じことの繰り返しになるから、女性は栄養欠乏になりやすいんですよ。だから栄養補充をめっちゃしっかりしないといけないよってなるんだけど、それと花粉症のその話と薬飲んでの話を全部加えると、で抗生物質とかは腸内細菌とかさ殺しちゃうと免疫を狂わしちゃうから、それを全部考えると多分代謝異常になってるっていうこと、ね、だからその子も基礎の栄養力とかは足りない、まあ、精神面とかいろいろあると思うんだけど、そこを立て直すだけで結構違ってくると思う。うん、昆虫好きやって言ってたけど、そうね、そういうの興味持つのはいいことですよ。たとえ昆虫であろうと他であろうと栄養価は高いのは確かなんで、やっぱその栄養の貯金があると代謝能力は高くなりますから、でも牡蠣なんか栄養の代表やし、全部そうですよ。そういうの今食べないからね、みんな。